では町田選手伺います。フランス大会2位ということになりましたけれども、いかがでしょうか。いや、応援ありがとうございました。冒頭の4回転失敗した時に少しちょっと足首がちょっと曲がりすぎちゃって、ランディングの時にで、ちょっとその影響も演技中ずっと出たかなっていう感じで非常に悔しいんですけど、いやでも冒頭に失敗があった時の自分の精神の脆さというか脆弱さには本当に反省ですね。もっともっと強靭な男性にならなければ、大工もショートの幻想曲も演じきれないと思うので、とにかくこれを糧に次につなげるしかないので、でもとにもかくにもファイナルにはつながりましたので、しっかりこの借りは絶対にファイナルで返せるように。いやー、ヨーロッパでの初披露はちょっと残念なことになってしまって、ちょっと情けないんですけど、幸いにもまたスペイン来れるので、そこでしっかりと自分の2つのプログラムを自分が思うように理想系で消化させられるように、これから2週間今日あるのかな、しっかりと1日1日大切に歩んでいきたいと思います。我々も楽しみにしてます。頑張ってください。ありがとうございます。